さあ、ということでぶっちゃけ反省会でございますが、3日目が終わりました。はい、もう何ですか、3日目36レースが終わったと、うん、そうですね、ということで僕は10万円スタートからいくらになってるんだと、はい、私は残金こちら、じゃがじゃん、148,920円、頑張ってるよ、頑張ってますね、はい、頑張ってる、48,920円、ほらーすごい、ほんとにね、ボードも追加されて、今日だってこれやで、3日目やろ、的中率すごいよ、1,2,3、こっち来ます、4,5,6,7,8、 8よ、昨日9、今日8、どうしました、それで勝ち48,000、少ないねん、だからなんか安心しちゃうんですよね、違う、勝負どころでミスってる、勝負どころで、だから今日は11レース12レースの勝負どころが成功した、そうですね、そう、そういうこと、さあ増田、はい、はい、増田ですね、3万スタートなんですけども、うん、本日最後27,730円、盛り返してきたよ、はい、盛り返してきました、ということで最悪いくらまで減ったっけ、最悪が今日ですか、違う違う、もう節間で1万、1万ぐらいですねになったのを盛り返して、はいはい、ようやくまた元手に近づけてきた、そう、的中も頑張ってますよ増田で、本線を結構もう厚くして、そう、1,2,3,4,5,6,6、はい、優秀優秀、やった、素晴らしい、いい感じです、このまま行きたいですね、ああ明日はもう3万以上に、もう一人絶対、はい、行きましょう、はい、はい、残金こちら19,270円、まあ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 、はい、的中1,2,3,4,4、はい、今日のコンセプトは前半は2連単やったの、そうなんです、で最後もやっぱり2連単取って盛り返したんや、そうですね、だからもう2連単や、私はだからもう2連単1000円で2000円で本線行ってるから増えへんねん、あーなあ、あーはい、行けや出たよ、行けや、だから明日はこの9000円を、はい、もうちょっと多めに行こうや、その1000円ずつちょろちょろじゃなくて、あーなるほど、うん、9000円を、だ1.2000円とか、顔が知ってる？1.、俺も1000円で買ってるとこって、あんまりオッズが高くないとか買ってない、あれ2000円にしてるやん。ああそうですね。だから2000円にすることによってプラスになるかチャラ、あのトントンになるかになる。1000円じゃとってマイナスのこともあるん。そうですね。そうやろ？だから1000円かけて2000円かけて500円プラスなんか何の利益もないやん。はい。確かに行こうぜ明日9000円行こうぜ、え、あゆっぽく言って行こうぜ、あるよ、そんな似てないね、高田組かな、いやいや高田組で言うてほんなら行くよ、あるよ、そんな似てないし、はい、一緒やしな両方、じゃあ、あのあゆさん、はい、イベントイベントの、そうなんです、明日から3連休ということで、はい、今日までねちょっと人少なかったですけども、はい、イベントがたくさんあります、お前堂々と言うなよお前施工者さん、お前苦笑いやないかお前失礼しました、まずですね、明日22日ですよね、はい、はい、サンホールでですね、オートレーサーの鈴木圭一郎選手、ヤングダービー覇者中田龍太選手、おプレミアムトークショーがすごいよこれありますので、俺は鈴木圭一郎さんを見たい、えそらそれこの人すごいんやで、はい、いつも見てるからSG4 連覇やで、中田龍太、はい、中田龍太はもう酔っ払ったらデヒデヒしてるからもう別に大丈夫はい、こちら9レース発売中にね、はい、と10レース発売中、はい、そして、はい、そしてですね9月23日日曜日、おなんと何ジャンガジャンガのアンガールズさんが、おー2人でやってみて、2人でせーの、ジャンガ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 、もうこっちこっちやってるこっちこっちこれみたいに言うな、また下8センチが、はい、そして、はい、はい、こちら3レース6レース9レース発売中に3ホールでお笑いライブステージやってくださるので、はい、ぜひ皆さん見てください、はい、と、9月24日最終日ですね、はい、うん、話題の美女プロクライマー、うん、大場美和さん、大場美和さん、はい、トークショー&ボルダリング、ボルダリングのクライマーね、実演教室をやってくださるそうです、アトリウムステージで一緒に対決したら、まあ、横でボルダリング買わせて買わせて、もうその頃にはないやろ、だってさんか最終日やから、財布にあるがな、あるがな、入れろや入れろや、3レース6レース9レースに、うん、でね、3レース6レース9レース、うん、やる内容違うんですよ、うん、トークショーパフォーマンスからの教室、あそういうことね、なるほど、はい、いいじゃないですか、あの確認して、確認してやりましょう、遊びに行ってみてください、ということで、はい、皆さん本当に明日も頑張りますんで、はい、ぜひ本庄に来ていただきたい、YouTube もいいですけども、うん、本庄に来てください、はい、
今日の朝僕らのステージ前の人数2人でした。さあということで明日も頑張りたいと思います、はい、ではまたさよなら。ありがとうございます。